フリュいい名前だね。私、ミュウ。辛い、苦しいってあなたの声、聞こえたよ。だから、メビウスに連れて行ってあげる。嫌なことは、全部忘れちゃえ。願いは何でも叶えてあげる。在校生代表、祝辞。在校生代表、2年4組、柏葉琴乃。以上、在校生代表による祝辞でした。続きまして、卒業生代表、冬至。卒業生代表3年4組響健介。はい。在校生代表祝辞。在校生代表2年2組以上、在校生代表による祝辞でした。続きまして、新入生代表、冬至。新入生代表、1年1組、響健介。ねえ、僕ら見つめ合って夜空を駆けてゆく。
めんね、町の外は作ってないからまだ駅には入れないようにしてるの。それに誰も外に出しちゃいけないって約束なんだ。でも記憶は消したからメビウスから出ようなんて普通は思わないはずなんだけどな。何か気に入らないことあった？教えてくれれば私が何とかしてあげるよ。うん、みんながミヤビシって呼んでいるこのメビウスの半分は私が作ったんだ。だから私なら君のためにいろんなことをしてあげられるよ。何かがおかしかったり足りないから君もメビウスが偽物だって気づいたんだよね。ねえねえ、何が欲しいの？何があったらずっとここにいてくれる？恋人、やっぱラブだよね。思春期だね。いいよ、今出してあげる。ラブリーハニー、出ておいで。って引いてる。やっぱりほころびが見える人には通じないか。困ったな。やっぱり本当の家に帰りたいのかな。本当にごめんね。それだけはダメだって言われてるの。ミュー！あ、アリア！ミュー！早くメビウスの輪を解いちゃってよ。メタバーサスに帰るわよ。オッケー？ダメだよ、できないよ。みんなと約束したんだもん。こら、ミュウ。おいお前、何言ったのか知らねえけど、ミュウがどっか行っちまったじゃねえか。せっかくのライブを中断させやがって。覚悟しやがれ。なんかヤバそうな感じ。ひょっとしてこれ逃げた方がいいんじゃない？おい、こっちだ。キャー！じ、落ち着けつな。お前、頭かってえな。落ち着いたか？ほら、逃げるぞ。危ないところだったな。俺は佐竹翔吾。見りゃわかるだろうが、お前と同じ学校だ。お前も周りの連中がおかしく見えるようになっちまったんだろ。やっぱりか。それなら安心しろよ。俺もお前と同じ変な連中が見える仲間だよ。入学式のあんたを見て助けに来たんだ。ひとまずここをなんとか切り抜けて、俺の仲間がいる場所まで行こう。仲間ってユウ以外にもこの世界のことに気がついてる人がいるの？なんだこいつは。まさかミュウの仲間か？違うわよ。いや、近くないけど。そうだったけど今はそうじゃないの。こ
こいつ、チビのくせに声がでけえ。分かったからもう少し静かに喋れ。奴らに気づかれ。見つけたぞ。行ったそばからこれか。やるしかねえのかよ。クソ、チビ、後で覚えとけよ。仕方ないじゃん。バーチャドールは声量が命なんだから。でもこれって絶体絶命のピンチってやつよね。うまくいく保証はないけど、ユウにかけてみるしかないかも。いい、よく聞いて。これからユウの中から奴らと戦うための力を引き出す。ユウはなんでこの世界に来たの？教えて。説明してる時間がないの。ユウも現実に苦痛を感じてたんでしょ。誰にも理解されなくて、どうしようもなくて、逃げ出したくてここにたどり着いたんでしょ。聞かせて、受け止めるから。それだけじゃ足りない。全部全部吐き出して。そう、そのまま聞かせて。ここなら他に誰も聞いてないよ。私か、話して。恥ずかしくても醜くてもいい、願いがあるんでしょ。苦しかったね。それを全部自分の中に抑え込んで生きてきたんだよね。でももう大丈夫。苦しいことも辛いことも、私がそれを力に変えてあげる。ほら、ユウの中から思いが溢れようとしてるの感じるよ。肉体の殻を破ろうと膨らんでる。周りのことなんて気にしなくていいよ。その気持ちを全部ぶちまけちゃえ。いくよー。 Are you ready? Go! ライバー。お、おい、なんだその姿。それがユウの心の形。この世に二つと同じもののないユウだけの力。さあ反撃の時間だよ。ユウの心の力、バーンと見せつけちゃった。